今日は2017年11月20日 1時50分ですね。朝日新聞の国際面、アフリカの南部にありますジンバブエという国で、そこの大統領というのがムガベという人で、もう93歳、37年にわたって、大統領をやってきたんですね。まあ、それが、まあ、クーデターみたいなことを起こされて、まあ、軍としてはクーデターじゃないと言ってるんですけども、今自宅軟禁されているという話 で大統領職 を解かれると、この政府の与党アメリカ民族同盟愛国戦線というのがあって、まあ、そこのこのムガベという大統領は党首だったんだけども、その与党の政党が緊急会合を開いて、この大統領の解任を決めた。でこの嫁さんというのも権力を持っていたんだけど、これは52歳と偉い93歳の旦那にしては40歳以上も若い、嫁さんで、まあ、これも解任をしたということですね。でこのジンバブエの首都であるハラレという町なんですけども、そこでは民衆が外に出て喜んでるという話ですね。まあ、それまでこのムガベ大統領というのは独裁でずっとやってきた。で経済なんかもめちゃくちゃひどい状況になっていて、それをまあ軍がクーデターみたいなことを、クーデターじゃないって言ってるんだけど、まあ、クーデターだね、これクーデターを起こしてムガベの時代を終わらせようとしていることを一般市民は喜んでますよという、まあ、話でしたね。まあ、いくつか考えられることがあって、まあ、93歳で大統領やってるなんていうのはまあ普通じゃないやね。でこの人は、まあ、このジンバブエという国を独立させたということで、最初はみんな国民から尊敬されている人だったんだけども、まあ、そういうのが独裁になっていくというのは結構聞く話でさね。一回力を持っちゃうと、ずっとそれをその力を独裁に使って自分が親玉であり続けなきゃいけないというふうに思い込んで、対抗馬が出てきたらそれを弾圧して潰しちゃう。で民主化運動みたいなことをやってる人を何年か前には暗殺したという話もあって、まあけしからんことをやり始めるわけですよね。だからそういうことが起きるぞということをまず私たちは認識しなければいけない。非常に尊敬を集めた政治家がやがて独裁になって民主主義を弾圧するという話はよくあるわけで、こういうことが起きてはいけないから、個人崇拝みたいなことはどんな優れた人に対してでもやっちゃいけない、それがまず第一点だね。でそういうふうになっちゃうということはね、私はまずこういう独裁政権になるというのはですよ、北朝鮮に対にしてもですよ、中国にしても、それから、まあ、ロシア今かつてのソビエトにしてもですよ、社会主義の国が独裁になっちゃう。本来はみんなが仲良くね、貧富の差をなくして平等にみんなで仲良くいきましょう、そういう思想のもとにですよ、今まで弾圧されていた貴族や王族から弾圧された人たちがですよ、あるいは資本主義の 金持ちから弾圧されてひどい目に遭っていた人たちが、そういう世の中を変えようと言って作った新しい政府であるはずなのに、一部の人間に権力が集中しちゃって、それが一般の国民を弾圧して自分らの言いようにやるようになった、特権階級が生まれてしまうっていうのね、これがよくあることで、私はそういうなる背景というのはね、結局はね、一般民衆がですよ、強い側についちゃうという
本能があるからなんだ。自分がされたら嫌なことを人にしないっていうんじゃなくて、自分は強い側について他の人よりいい思いをしよう、その裏側に辛い思いをしようしている人がいようがいまいが、そういうのは関係なくて、自分がいい思いをすればいいんだ。これは残念ながら人間の本能だね。自分が生き残りたい、自分さえいい思いをすればいい。まあ動物の本能と言ってもいいんですよ。自分の種を残すということが最大の目的で、自分の子供が末永く生く久しく繁栄すればいいんだというのが大前提としてあるわけで、そのためには強い側にくっついていた方がいい。だからその時権力を持ってる側にくっついていて、その権力の側で自分も生き残るし、自分の子孫も生き残る、まあ、そういう本能的なものがあってですよ。だから常に体制側にくっつく人たちの方が数が多いわけですよね。しかし私たちはね、もう今種を残せばいいんだということではない。とにかく物が食べられて自分たちの生き物としての存続ができさえすればいいというのではなくて、人らしく生きようということが今私たち本来求められている。その方が結局は種としても私は残ると思いますよ。自分さえ良ければという形で強い側にくっついて、強い側の言いなりになって、強い者同士が争いを始めて殺し合うっていうのがね、昔はまあずっと続いてきて、それでまあ一番強いのが生き残って、まあ、それで結局はもう収まりがついて現代に至ってるわけです。ところがね、今あまりにも破壊力が増して、それをやっちゃうと場合によっちゃ全部死んじゃうよっていう話になってきてるんですよね。そういう状況の中でもっとね、自分がされたら嫌なことを、あ、こんにちは、自分がされたら嫌なことを人にしないという大前提というものをね、みんなが大切にしないと、結局は自分の子孫が残せませんよという話に気がついていかなきゃいけない。そういうことですね。だから独裁政権が生まれるというのは、結局は民衆の多くがその独裁政権を生んだということですよ。自分さえ良ければ、強い側にくっついていれば自分の安全が守れるということで、強い側にくっつくがゆえに、そこで理不尽が行われてもそれに目をつぶってしまう。結局自分がその独裁の強いやつに嫌われなければいいんだ、なるべく気に入っていただけるようにごますって、上手に生きていけばいいんだということをやっていくから、どんどん独裁者が力を増して、自分に逆らう者をひどい目に遭わせて殺してしまうようなことが繰り返されていくわけですよね。まあ、そのことを認識して、これからより我々が本当にこの世界をですよ、人間が壊滅しないような、絶滅しないような状況にしようとすれば、一人一人がそういう独裁者を生まないということをね、権力が一部の人間に集中しないということを認識していかなきゃいけないんだろうと思いますよね。このジンバブエの話というのは、まあ、いっぱい今まで歴史の中で繰り返された中の一つだと私は思いますよね。それともう一つね、今回軍隊がクーデターを起こした。で、今その今回の軍隊の親玉はまあ割と話の分かる人で、自宅軟禁ですぐ殺してしまうようなことをやってないわけですよね。そして、まあ、クーデターだというふうに言われないように気を使ってはいるんだけれどもですよ、軍隊というものはクーデターを起こしうるんだということを我々は再確認しなきゃいけないよね。暴力手段ですよね、軍隊というのはね。で、人間というのはわがままだから、国家権力というのは何らかの暴力手段みたいなものがなきゃいけない。警察というのはそうですよね。で、デタラメやるやつがいたらそれを取り締まらなきゃいけないっていうのはあるんだけど、それはまあ極力最小限にとどめなきゃいけないですよね。で、それが間違っても一般国民の悪いことをしない人間を、力を持ったずるいやつが抑圧するために使われるようなことがあっちゃいけないわけですけども、軍隊というものは下手すらそうなっちゃうよね。で、日本の自衛隊も今はそんなに力ないし、そういうことはやりそうにないけどもですよ、これから憲法を変えられて自衛隊が軍隊として認められて、で、軍隊の中で非常に優れた人間が生まれて、それが政治家にもなれるような仕組みが生まれてですよ、今の日本の憲法では許されないようなことが起きて、で、軍隊が政治に対する発言力を持ったりして、そうした時にですよ、
たとえ一般国民が納得しない場合でもです、時の首相政府をぶつぶして軍隊が抑圧して逆らえざ牢へ叩き込むぞというふうに脅かしたら、みんな言うこと聞いちゃうんだよね。今の日本人のレベル見てるとね、逆らったらひどい目に遭うぞ、下手すら殺されるぞというような状況を作り出せるのは軍隊ですよね。だから軍隊というのはそういう力を持っている、だからシビリアンコントロールが必要だというふうに言われてるんですよね。で、今のところ先進国の中ではそういう状態がありますけれども、しかしそういう危険が常にあるんだということを、軍隊というものはそういう性格を持っているんだということを我々は知ってなきゃいけない。さっきの長いものに巻かれて自分の種を残そうとするような人たちに対してはですよ、軍隊がひとたび牙を剥いて、その時の優れた頭のいい軍隊の指導者がクーデターを起こせば成功しちゃうんですよね。まあ、その辺のことを我々は認識していなきゃいけないんじゃないかと思いますわね。そういうことも含めてですよ、今の日本国憲法を変えましょうという話、憲法9条を変えましょうという話、認識していかなきゃいけない。今まで平穏だったからこれからも平穏ですよ、まさかそんなひどいことは起きないでしょう、想定外というのは常に起き続けてきたということを我々は忘れちゃいけない、そう思います。しておきます。